安倍晋三内閣総理大臣は、安倍政権は国民を見捨て見殺しにしています。100年に一度とも思われる疫病と恐慌、この緊急事態、非常事態にかかわらず、安倍政権はこれに即応した対策、財政出動をしません。安倍政権は言い訳と権力闘争に終始し、国民を見殺しにしています。安倍政権の中枢には、大企業、中小企業、個人事業、工場、商店、飲食店でも、潰れるものは潰れろ。国民でも力のないもの、非正規労働者、アルバイト、弱者など、自殺者が出てもやむなしと言い放っている輩もいるありさまです。昨年の消費税増税により、国民の生活は貧しく苦しくなっているところに、この武漢コロナ、疫病の爆発的感染拡大で企業活動が休業または縮小され、国民には外出の自粛、在宅を強いられ、経済活動や社会活動は停止しています。国民の多くが収入を失い、生活が破綻し始めています。もうすでに破綻、自殺者も出ています。疫病対策、国民の生活と命を守るには莫大なお金が必要です。しかし、安倍晋三内閣総理大臣の国家経営は明らかに誤った税金での歳入と歳出均衡、緊縮財政では国民が飢え死にします。財政均衡主義、財政再建論、財政破綻論に取り憑かれています。安倍晋三、安倍政権は、財務官僚は財政規律と称し、この誤りを嘘に嘘を重ね正当化しようとしています。まさに目の前の碁石、黒の石を白と言い張っています。言い訳にもならない貧弱な財政出動しかしていません。